ずっと取れてなかったんだって。ずーっと取れてなかったんだってさ。信じられる？そんなの。テレレテテテテテレレテテテテテレレテテ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 テ。皆さんこんばんは、おんちゃんクッキングへようこそ。はい、私もも本名だ。めっちゃ褒め入れた。私ナナモモコは2020年お料理が上手になりたい。ちょっとそこどける？ありがとうありがとう。というわけでですね、私は2020年料理をね頑張りたいんですよ。料理動画とかもねちょくちょく出していきたいななんてね思ったりなんてしちゃってるんで、そう、まずはねその第1弾として今日はですね、豚キムチ。こちら豚キムチを作っていきたいと思います。私はずっとね実家でぬくぬくと暮らしてきて、でまだ実家を出てから1年も経ってない状態なので、しかもですね最近 UberEats とかね便利なものがこう出てきちゃって、割高なのにさよくね使っちゃったりとかして、ほんと良くない。もうお金のこと考えても健康のこと考えても、やっぱり自炊できるようになりたい、料理できるようになりたいっていうのがすごいね私思っておりまして、頑張りたいなって思っていることの一つなので。そうなんですよ。知ってました？なぜ豚キムチかと言いますとですね、これは私が本当部活とかでねもり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 食べていた時代、まあ今ももりもり食べてるんですけど、ただもりもり食べてるだけなんですけど、母がねよく作ってくれるもりもりご飯、なんて言うんだろう、その食べ盛りの時にすっごい好きだった、まあ今も大好きなんですけど、もうこの訂正毎回入るな。その豚キムチをもりもりと作って、今日はもりもりと食べていこうかなと思います。よろしくお願いします。ねえちょっと眠くなってない？かわいいね。なんでそんなかわいい？俺の名前はゴルゴンゾーラザッケロイ。ここからは俺がアテレコを担当するぜ。材料は豚肉、そしてキムチだ。さあフライパンにごま油を注いでいく。おっと画角が気になる。気を取り直してもう一度ごま油を注いでいく。そんなに入れて大丈夫なのか？大丈夫か。さて豚肉を焼いていこう。おっと少しジュージューといい音がしているのが聞こえるか？耳を澄ましてみてくれよな。おっとここからは早送りだ。一体何倍速だか分かるかい？5倍速？それとも10倍速？答えは6倍速だ。七桃子は6という数字が好きなんだな。ザッケロイ。さあ全ての肉を使い切ったようだ。おっと雑に投げ捨てる。さあ全体的に色が変わるまで炒めていくぜ。さてここでキムチの野郎が登場だ。豚肉がいい感じに焼けてきたらキムチを投入するぜ。ナナモモコはよくコクマロのキムチを使っているんだ。コクマだった、間違えちまったぜ。コクマロってなんだ？キミマロさんかっつってな、つってな、つってつってつって、はい。おっと試食の時間だ。熱いので気をつけてくれよな。味はどうなんだ？おっと美味しいようだ。しかし不細工だ。いただきます。もりもり食べちゃうね。美味しい。なんだろう、料理は
なんかレシピを見ればできないことはないんですけど、なんだろうな、やっぱ習慣づいてないから、どうしても今日は料理するぞみたいな感じでこう材料を見て、じゃあ材料何が足りない、じゃあ買ってって感じなんですよ。なんて言えばいいのかな、なんかあるものでパパッとみたいな感じでこう習慣づいて自炊することがなんかできないから、だからやっぱりなんかちょっともう疲れちゃった、めんどくさいなってなっちゃうと、そのウーバーイーツとかにね頼っちゃうの。本当に良くない、本当に良くない。というわけでごちそうさまでした。今日はですね、とりあえず、まあ、この初の料理動画ということでね、まあ本当に男飯みたいな感じのがっつりとしたご飯だったんですけど、これからの私の料理の成長を見守っていただけると嬉しいです。最後まで動画見てくれてありがとうございました。今回の動画はスペシャルゲストのね、ゴルゴンゾーラザッキロイさんにも登場していただきました。ザッキロイさん、どうでしたか？俺の好きな食べ物か。俺はクワトロフォルマッチが好きだ。俺の名前はチーズみたいだからな。せーの、ザッキロイ